こんにちは、お肉です。もうね、ついにガルプラが来週初めての順位発表式というわけなんですが、今回はね、私のこの主観をね全くなくして、今回生き残るかなっていうセリオ大予想をしていきたいと思います。そしてまずね、中間の順位が出てたと思うので、そちらとあとベネをね見てみて、最後に大予想してみたいなっていうふうに思いますので、皆さんもいや、ここはこうなんじゃないかなとか、ここは合ってると思うとか、皆さん自身の感想をねたくさん聞きたいなっていうふうに思っていますので、コメントしてみてください。というわけで、まず中間結果をこちらに載せたいと思います。はい、この表にベネがね2倍の子にはハート、赤ハート、そしてベネが3倍の子には青いハートをつけております。で、これをね見てもらうとわかるんですけど、10位のねシンウェイちゃんのセルまではちょっとね順位はね変われど、ちょっとベネをねもらっているし、あと票も10位までは20万票以上あって、でそっからね脱落ギリギリのもう17位は11万票、そして19位がね10万票以上、そして20位以下はもう一気に6万票になってしまうんですよ。なのでかなりベネだけではちょっとここグワッて上がるのはね厳しいんじゃないかなって正直思っていますね。なので、まあ、上の方はかなり固定説があるかなっていうのをね思っています。そして見せ場的に上がりそうだなって今回思ったセルは、キムセインちゃんのセルがちょっと良くも悪くもやっぱ注目されたんじゃないかなって思いますので、すごい今ギリギリのラインにいるんですけど、これがねどうかなっていうのを私の中で考えたのと、あとキムボラちゃんのセルは個人的にちょっとベネももらっていたし、結構注目もされてたんじゃないかなっていうところで、まあ、ギリギリね残るんじゃないかなっていうふうに仮定しました。逆にちょっと微妙なラインかなって思ったのがユダヨンちゃんのセルですね。まあ、後半組なので残る可能性もあるんですけど、ちょっとここがもしかしたら厳しいかもっていうのを思いました。そして3倍のねベネをもらったマヤちゃんのセルは16位から上がる可能性はあるんですけど、でも他にね3倍のベネをもらったセルは28位と29位なんですよ。なので割とねここはベネをもらったとしても、今回はね最後の24時間だけ3倍だとしても難しいなっていうのは思いましたね。やっぱもうこの中間の段階でかなりね差がついちゃってるなっていうのはあるので、ちょっと厳しいところはあるんじゃないかなっていうのは正直思いました。はい、そしてそんな感じでちょっと残る順位予想をねしてみようかなっていうふうに思います。まずギュジンちゃんのセル、そしてヨンウンちゃんのセル、そしてルイチーちゃんのセル、イェソちゃんのセル、ヒュニンバヒエちゃんのセル、キムドアちゃんのセル、チェヒョンちゃんのセル、フヤニンちゃんのセル、キムダヨンちゃんのセル、イェヨンちゃんのセルまでは、んとね順位は変われど、もうここはほとんど残るんじゃないかなっていう、もう票もかなり多いですし、ここはベネでそこまで動くかって言われたらもうめちゃくちゃ動かないのではないかなっていう予想ですね。一気に上がるとこがあって、順位が10位以内に入れないかもしれないけど、17位までには入るかなっていうのは正直思います。ここからね大きく落とす子はそんなにいなそうだなっていう印象なので、11位のねセルから予想しようかなっていう風に思うんですけど、まず11位がジモンちゃんのセルですね。ジモンちゃんのセルは前回13位だったんですけど、やっぱね前半組、そしてベネ、そして M 化出演っていうのもあって、でやっぱ確実に上がってはいくんじゃないかなって思って、もしかしたらその10位以上も狙えるんじゃないかなって思ってるセルですね。なので今回すごい上がったかなっていう感じです。で12位が銀マヤちゃんのセルですね。これは今ねマヤちゃんのセルが16位なのでちょっと厳しいかもしれないんですけど、3倍のベネ、そしてマヤちゃんとかコトネちゃんが割とね注目されてたんじゃないかなっていうところで、いやちょっと上がっていくかなと思って、まあ、最後の3倍でグッと上げて12位に行くかなっていうのは思いました。そして13位がアンジョンミンちゃんのセルですね。ここはもしかしたらね12位かなってちょっとねここが悩んだんですけど、ただベネがねないんですよ。なのでまあベネの差で銀マヤちゃんの方がちょっと上に行くかな。もうここはね本当に同じようなところかなっていうのは思いました。そして14位がリリカちゃんのセルですね。このセルはちょっと落ちちゃうかもなっていう予想なんですが、中間の時点で結構下とね投票の差が開いていたんで、まあ下がったとしてもねここで止まるんじゃないかなっていう予想で、14位ぐらいに食い込むかなとはね正直思っております。そして15位がキムボラちゃんのセルです。ボラちゃんは再生回数もめちゃくちゃ実験も多かったし、
やっぱりね注目今回されてたし、ベネもねもらったんで、もう一気に10位以上にボンとかは難しいかもしれないんですが、ただちょっと10位自体はグッと上げていくんじゃないかなっていうのは思いました。なので15位ですね。そして16位がまなみちゃんのセルかなっていうふうに予想していて、中間では14位だったんで下がってはいるんですけど、ただねベネもねもらっているし、まあ、良かったんじゃないかなって思ったので、まあ、ちょっとねとどまる、もう本当にギリギリかなっていうふうに思いました。17位がめっちゃ悩んだのがユダヨンちゃんのセルと、あとセインちゃんのセルがどっちかなってすごい悩んだんですよ。だけどもう正直ねこれねどちらもねあるんだよね、すごい難しくって、正直韓国の票がかなり鍵になってるじゃないですか。私たちよりかなり力を持ってるんで、韓国の人たちにどれぐらい受けるかっていう面で言ったら、どっちだろうな。これ正直ねここまでの順位は決めてたんですけど、このユダヨンちゃんとセインちゃんのセルはもう決められなくって、もうその場で決めようっていう風に思ったんで、いやー残るのはユダヨンちゃんかなギリギリっていうところでね、ちょっと本当にこの辺わかんないし、まあ、あくまでも予想なので予想がね入ってなかったら申し訳ないんですけど、まあ、これはね私の主観ではなくて、今回ベネとかも考えてこんな感じかなっていう感じなので、ちょっとね皆さんの意見もコメントで教えていただければなっていうふうに思います。そして、ね、でこうやって考えてみたんですけど、やっぱね20位以下のセルは中間投票の倍以上のね差を埋めないといけないんですよ。なのでかなりね厳しいなっていうのと、あと後半組は特にねその差を埋めるのが厳しいんじゃないかなっていう風に思ったんで、まあなかなかねこの後半組とかでいい感じの評価だったりしても埋めるのがね難しいんじゃないかなっていうのは正直思いました。なのでもうここはねマスターさんからの救済とかをちょっとどうなるんだろうっていうのをね楽しみにしたいと思います。でまたこのマスターさんから救済されそうなセルはもうねこちらも主観抜きで一生懸命ね今考えてる途中なので、ちょっとそちらも皆さんと話し合えたら嬉しいなっていう風に思います。はい、こんな感じで結構昨日ね夜な夜なちょっとどこ残るんだろうなとか、こここうだろうなとか考えながらちょっと作ってみましたので、皆さんの感想もコメントで教えてください。そして、まあ、何はともあれねこれはただの予想なので、今週の放送でね皆さんの推しが残ることを祈っております。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それでは、いやーこれは難しいね本当に。セルっていうのは結構ベネとかをね昨日見ていても、はなかなか下の方だなとか、もうこれ上がりづらいだろうなとか考えるのもね苦しかったんですが、ただねやっぱマスターさんの救済があるということなので、もう厳しいと思ってもそこで救済されるように、もちろんね皆さんの自然が受かることはねないんですけど、でもそれでもねみんな頑張っているので汲み取って動画を作っていきたいなっていうのは思いましたね。真面目な感じになっちゃったんですけど、またいろいろ気になることとかあるので動画上げていこうと思いますので、よろしくお願いします。そんな感じです。